ハロー YouTube ニーハオヨーコアンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた朝のコーヒープロテインが美味しいバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない、そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけどもね、動画見ながら行きましょう。はい、はい、こちらなんですけども、安徽省の合肥っていうところなんですけども、合肥っていうところなんですけども、例の病気のね、患者が発見されたということで、ちょっと軽いパニック状態に陥ってるっていうのもあるんですけども、逆にいいのが優先的にワクチンを打てるようになってしまったということですよね。それでこの町の人なんかもうこうやってね、メガホンで宣伝して全員ワクチン打つぞっていう、そういう話なんですけども、これね、おそらくね、この現場にいる人はね、とりあえず多分ちょっとパニクってると思うんですよ。もちろんね、早く打ちたいなっていう気持ちはね、分かるんですけど、こうやってなんか雨の中並んでいくものじゃないじゃないですか、ね、これで体調崩してなんか多分、別の病気にかかっちゃうんですけども、これね、インタビューしてる人ですね。インタビューっていうか後ろでね、病院の前でね、たくさん人がね、並んでいるということですね。僕だったらね、別にみんななんか、1週間2週間経ってみんな打ち終わった頃に俺も行こうかなとか、なるんですけども、やっぱね、これだけの人数ね、本気でビビってる人たちがいるんですよ。で、本気でビビってて、先に打とう先に打とうじゃないと俺死んじゃうよみたいな、やっぱね、そういう人多いですよ、中国人。なんかほら、日本で風邪ひいても点滴とかあんま打たないじゃないですか。で、中国人ね、結構ね、風邪っていうのは点滴打たないと治らないってこう信じ込んでる人多いんですよね。で、ぶっちゃけ漢方の使用率が、日本より低い、中国の。ほら、めっちゃ並んでる。で、それ点滴とかね、ああいうなんかほら、西洋の薬をね、思いっきり信じちゃうんで、治療法とかをね、もう本当ね、こんな夜中にね、こんなとこ並ぶ必要ないと思うじゃないですか。でもね、彼らね、これやらないと、めちゃくちゃね、不安なんでしょうね。はい、夜中にね、傘さしてね、並んでます。だから傘さしてるってことは、雨がポツポツ降りそうなんです。もうこんなに長い長蛇の列、もうこれ並んでるだけで体力消耗しそうなんですけども、さ、地元なんだからさ亡くなるとかいうわけじゃないし、中国のワクチンがね、どれぐらい効くか分かんないですけども、とりあえずね、僕だったらね、世界中のワクチン、打てるだけ打って、どこの国に行っても文句言われないように、しようと思う。とりあえず中国国内で中国ワクチン打っとけばね、うだうだ言われなくなるんで、別にそんなもんね、打っときゃいいじゃないかなとは思うんですけども、わざわざね、こんな夜中にきつい思いして並んでまでやることじゃないよとは思いますよね。だからそのぐらいパニックってるんですよ、思いっきり。はい、これも昼間ですね。これずっと長蛇の列なんですよ。で、ここで体力とかね、消耗してしまうことが、むしろ体に悪いんじゃないかと、そういった思考はね、できないんですよね。だから病院の外に並ぶっていうね、このセンスがね、もうわからないと思うんですけどね。あ、やっと入ってきたよと。
あ、だから24時間やっちゃいけないことあるから、まあ、あの自分であのよくなんか注意書きかなんか読んでね、考えてねとか、そんな感じですよ。なんかすっげえ面倒くさそうだと思うんだけど。これね、まあ、打つのはね、まあ、あのほら周りに言われないためなんですよね。打った後にあの俺打ちましたよっていうあの証明があると、まあね、あのいろんなところにね、もうお前ここ入るのとか行くのとかね、あの巻き込まれずに済むっていう、まあ、それだけの効果しか僕ぶっちゃけないと思うんですよね。あのなんつうかな、まあ、こういう、まあ、病気っていうのはね、あのどうしても、自己管理ですよ、自己管理普段ね、あの自己管理ができてなくて、まあ、慌ててね、あのこういうとこにあの並んであのワクチン打つとか、あのもうめちゃくちゃあのナンセンスな話なんで、まあ、まあ僕自身はね、あの、まあ、だから2週間ぐらい経ってあの適当に、まあ、打てばいいんじゃないかなぐらいにしかね、あのこういう状況だったらね、あのもちろんね、あの誰も並んでないんだったらパッと行ってパッと打ってきて、はい打ちましたよって、おっさん黙れよって、そういうふうにねやるんですけどもね、このなんか移動のこれがなんかすげえ無駄だと思うんだけど、どこで打てるっていう意味かな。まあいいや、まあまあこの動画ね、あのこのぐらいでいいと思います。はいはい、まあ、こんな感じでね、まあ、中国のね、あの合肥っていうところでね、慌てて、ワクチン打って、まあまあまあ、ちょっと感染者が出たということで、慌てて打ってるんですけども、まあ、結果的に、まあ、この人、この町の人たち、あのワクチン打ててよかったねと、そういう話ですね。はい、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。